井上志音選手から大好きでしょ、あの安西光輝選手のこと、志音選手、はい、一体どんなところが好きなのか教えてもらっていいですか。どんなとこ、それ大事。どんなとこ、いやまず面白いとこですね。いや変人つってるけど多分一番変わってますよ、光輝くんが。どんなところが、いやどんなとこ、どんなとこ、いやもうおかしいですよね、本当。普通にトレーニングルームとか一緒にいるときもなんか急に歌い出したりとか急に騒ぎ出したりとか普通に LINE でボイスメッセージで何かなと思ったら歌ってるんですよ。そう歌ってるのが送られてきてたり、まあやばい、確かに。バースデーとかやるじゃないですか。うん。誰かの誕生日とか、例えば。うんうんうん。まあ、うん。面白くて、面白いところが好きですね。まあ、あともう一個、あともう一個。あとは、あとは。次次。もう一個はぁ、もうなんで考えたら、言えよ、どんどん。あとなんかハグしてくれるとこっすね。ああ、いいねいいね毎日会ったら、最初一回ハグするっていう。ああ、懐かしいわ、それめっちゃおもろいわ、それあったあった、それ一回来てくれでしょ。はい。ちょっと一回来てくれ、つって。ああ、懐かしいわ、それめっちゃ懐かしい、それそれはね、してたわ。それ、毎回やっぱり毎日ハグしたくなっちゃってたんですね、光輝選手がね。そうですね、なんかちょっとなんか、うん、ちょっと一回来てくれっていうのを言ってたわ、ずっと毎日。あ、言ってたわ、懐かしいわ。それ、志音選手も嬉しかったんですね、そういうところが好きってことは。そうですね。毎回そうやって絡んでくれない。絡んでくれないよりは良かったですね。おー、いいね。じゃ、あとは？めっちゃ嬉しそう。また。まだあるでしょう。あとは怒んないとこですね。ああ、確かに。何しても分かんない。それは分かる。本当怒んないからな、俺は。遅刻とかも、なんか一回映画遅刻したときあったじゃないですか。うわ、あったわ。懐かしいな。あったわ。コウ君が多分チケットもう2枚買って、もう入るだけなのに、俺が遅れてて、どうなったんでしたっけ、あれ。いや、なんかあったわ、それ。で、予告編、終わってて、それ、しかもこいつ、そう、映画って2人で入んないと見れないじゃないですか。一緒に入らないとね、そう。そのスタートとかね。でね、もうさ、10分ぐらい過ぎてんの、映画の時間が。で、まあ、まだ予告だから大丈夫かと思って、で、来たの、彼は。案の定、俺が見えたところから頑張ってダッシュしてるふうに見せて、多分そこまでの過程は、多分ズームゆっくりしてんだけど、俺が見えた瞬間だけちょっと走って、でももうそれでも俺笑っちゃって、もういいやと思って、もうそのまま入った。でも、ちょっと始まってたけど、まあいいやと思って、見てた。めちゃくちゃ甘いじゃないですか、志音選手に。すごいな。いや、なんかね、その連絡したときはマジムカついてる。なんだろう、こいつと思ってるけど、顔見た瞬間、どうせ絡んだらいいやと思って、顔見た瞬間、なんか笑っちゃうんだよね、こいつの顔。こいつ、マジ面白いなと思っちゃう。ちょ、イカれてんなって思っちゃう、なんか。さっき、光輝選手、なんか写真撮ってたでしょ、画面を。あ、撮ってました。あれ何、またもしかして嘘でしょ、志音選手撮ってた。うん、そう、あれはね、俺のいいところを撮ってた、志音の。俺のいいところ、話すところを志音が撮ってた。これはね、貴重だよ。いや、ほんとお互い好き同士ですねって言いたいけど、まあ基本ちょっと愛情の量は光輝選手の方が
重めではありますよね、ジャッジすると。まあ俺のは、まあそうだね、うん、それはちょっと否めないかもな。そこに関しては。シオン選手も否定しないですもんね、特にね。うん、まあ、向こうの愛が強すぎて、ちょっと叶わないです。まあそうだろうな、うん、間違いないな、それは。まあちょっとでも最近ね、シオン選手もベルディでコウキ選手がいなくなってから佐藤雄平選手とかね、新たにこう愛情を注いでもらってる選手が、あまあでもみんなに愛されちゃうんですよね。何なんでしょうね、すごいですね。うん、なんすかね、わかんないです。みんななんですかね。いや、もうなんか一部、特に一部の人に強烈に愛されるって感じですよね。確かに、雄平さんも好きだもんね、シオンのこと。あ、やったら好き。なんか、どっち、でも、佐藤雄平選手の方が私、最近見てたから、シオン選手のことが好きと思ってたけど、やっぱこう久々ちょっと、安西光輝選手見たら、あ、やっぱちょっと叶わないなっていうか。元祖よ、俺は。元祖ね。元祖、俺はもうね、うん、多分俺に勝てないと思うなと思うね。すごいよな、俺らな、本当に。俺、多分ね、シオンにやってきたことを、振り返ると、俺、やばいもん。笑っちゃうもん。俺とヒロキ、菅島。その二人やばかった。すごいよな、多分な。シオンすごかったよな、俺らな。ここでは言えないことってなんじゃないですか。うん、手つないで帰ったりとか。いろいろあったよな。いや、ちょ、コウキ君の悪いとこ言っていいですか。あ、どうぞ、お願いします。もうせっかくなんで。ちょっとすぐ話盛るんですよ。面白くするために。それはね、あるわ。でも、お前、あれだろ、お前、それ、コップ一杯を除菌したぐらいの森だろ、お前。いや、ゼロのとこからなんかもう作ったりするんで、たまに。